はい、ということで、今回は、キイチさんからお借りしましたレンタルパーティーを使って、ランクマッチを潜っていこうと思うんですけども、今ちょっと見てて確認したんですけども、おそらくテラスタロを切るのはセグレイブ、セグレイブ、ラウドボーン、ロトムか、この3つかな。まあ、地面タイプで、地震の威力を上げるのもよし、水タイプがラウドボーン出して水タイプ出てきたらテラバースト草で吹き飛ばすのもあり、でロトムの、フェアリーテラスタで、フェアリーテラスタルで、ドラゴンが上からなんか待ってこようとするやつらをぶちのめすと、まあ、そういったパーティーに見えるので、残りマスカーニャ、ドラパルト、ハッサム君たちは、まあ、トンボ帰り、トンボ帰り、トンボ帰り。はい、マスクしました。クマレオン、クマレオンさん対戦お願いします。1994年生まれかな、同い年だとして、このパーティーのね、まあ、一番の醍醐味は こだわりスカーフのマスカーニャ、こだすかマスカーニャが、まあ、メスで、まあ、逆ハーレムだっていう話ではなく、まあ、ここをうまく起点に他を暴らせたい中感じかなと。あとドラパルト君がなんと特殊なんですよね。特殊で使われてるので、まあ、この辺うまく使えたらなと思うんですけども、ハッサムのバレパンでネズミ一瞬で吹き飛ばそうだけど、セグレイブがだるいか、まあ、だるいセグレイブにはこいつって感じかな。まあ、テラスタルするとマニューラが若干そう重いけど、なんだっけ、バンギラスには強く出れそう。まあ、地面になってもマニューラ重いんで、まあこれでいいんじゃねえか。はい、お願いします。皆さんはあれですかね、年末、お、いい BGM、 年末はちゃんと大掃除してる。あー、ドラゴナイト、ドラゲナイト来て、マスカーニャじゃれつく打ちたいけど、ノータイムで打ちたいんだったら打ってみせましょう。マスカーニャ今日僕大掃除してきて部屋めっちゃ綺麗になって、あ、これ多分テラスタイプするな、多分テラスタイプしてるけどあ、お互いに見つめ合って好きだよ好きだよと言い合ってますね。まあ、大掃除すると気持ちがすごくね一新され、何のテラスタイプしてるか分かんないって。しかもさ、よく初動で埋まるんだけど、海流に限っては空飛んでるからどれぐらい埋もってるかわからないっていう。そうなんですよ、ちょっとごめんなさい、寒くて声震えてるんですけど、部屋掃除して大掃除して、いや、めちゃくちゃ気持ちよかったね。僕掃除好きで、まあ皆さんお掃除ね、一般的には嫌いな人が多いかもしれないんだけど、テラスタイプがわからないのよ。まあ、ノーマルか、どうせハガネール、珍しい。まあいいんじゃないか、じゃあラウドボーンでいいしな。まあそれ見てラウドに速攻引けないしね。おいおい、遅えぞ。あ、雑談タイムだと。まあ、皆さんね、やはり年末は大掃除して心機一転、気持ちよく、まあ、当たらないんですよね。はい、あ、当たる、当てて、まあ丸付けのダメージですね。ツバメ返し耐えるけど引くか。はい、いや、さすがにこだわりマスカーニャはまだ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 訳してくれそうな、訳してくれそうなんで、まあ取っておいて、はい、へえ、ダクション全然食らわない。まあここはフレア急所で、これか、硬いな、このラウボ。あ、フレアソングでいいでしょう。何も考えずにフレソン打って、まあ後続、まあ引き裂きなんか考えなくていいんですよ、ラウドボーンなんて引っ込めて。とりあえずフレソン打っちゃえば特攻の種族値が、あ、まあ上がるので、あ、なるほど、はい、バンギー。まあ、まさにですね、ここで一回特攻のダメージを、あ、ダメージ、特攻の段階をブシュッと上げつつ、あ、ここですね。僕らの切るタイミングがここですかね。
あ、大地の力、でも地震だるいから、まあ、テラバでいいでしょ。僕たちのテラバースト見せましょう。いや、草テラバーストのラウドモンなんてなかなか見ないもんね。あ、こちらのテラバーストも相手に見えないようにあれしてますあ、バラさないタイプ。これ新しいシーズン2で搭載されますね。テラバーストがわからない、技打つまでわからない。まあ、今年も早いようで、まあ、残り3日4日、動画いつ上げてるかわからないですけど、まあ、本日今26日に収録してるんですけど、まあ、僕で言うと5日ですね。はい、どんな年だったか、まあ、コメントなんかねもらえたら嬉しいかななんて思ってるんですけどね。はい、なんかちょこちょこコメントくれてるの嬉しくて、正直モチベーションになっています。遅いってどうなっちゃうのよ。特防 1.5 倍のバンギラスにどこまで抜群で入るかかなり気になるところであるんですけど、まあ、タイプ1のフレアソング、ただこちら 1.5 倍になってるんで、まあ、結構いい感じには入るんじゃねえかと思ってるんだけど、まあ、天候を変えられるパーティーではないので、うちら、おい、年末にポケモンやってる人多すぎてテラスタルできないって頼むよ。カブポケワンオンしてテラバー、え、こっちの方が早い。相当耐久に振ってるか。 S には振ってないな。あー、結構いいダメージ。まあ二角三角の世界か。ただこちらあれなんですよね、怠ける持ってないから、あ、テラバーで押すか。何、噛み砕くとかしてくんねん。フォローのパンチとか、ああ死んじゃったなんで突っ張った。ああ急所、これ有効っすね。さっきのダメージを見るに、まあ、二角三角の世界って言ったけど、まあ三、コーラン数でおそらく二角かなと思ったけど、まあ今のはちょっと有効っぽいっすね。まあいいでしょう、まあ、どうせ相手も死に出しでこれしたかったと思うから。まあただここ耐えるかっちゅう話なんですよね。いや、それ、あー耐えない。うわ、耐えて、ただ砂嵐のダメージでラウンド死ぬけども、いや、まあ 1.5 倍の抜群フレアソング、特攻1段階、今まあもう2段階上がりましたけど、いや絶対耐えないでしょう。え、海流突破して、いや、このラウンド強え。このラウンド一周回って今環境来てるぞただこの砂嵐ダメージで落ちると。だってここでなんで僕がマスカーニャ取っておいたかっていうと、まあ、テラスタル相手が切った状態、まあ、後出しじゃんけんですね。テラスタル僕後出しじゃんけんが強いと思ってて、だから相手に先に切らしたんですけど、ここは先にマスカーニャですね。え、これでコダスカが死なないんですよ。で、まあ、コダスカっていうのは素早さ関係値が上がるだけで、なんていうの、優先度が上がるわけではないので、ここはまあ一番入る、まあトンボでもいいけど、まあ最速当てたいんだったらトンボでいいんですよね。でもじゃれつくでいいでしょ、まあ、帰ってもしょうがないんで。変幻自在フェアリータイプ当たらないまあいつも流れですね。はい、え、ちなみに僕マスカーニャが当たらないシーンを初めて見ましたあー、マスカーニャって当たらない時ってあるんだって。まあ僕、まあ、レッサーパンダはね最近知ってくれた方は分かると思うんですけど、このバレットパンチ抜群なんで、一撃で吹っ飛ばします、はい、僕当てないんですよ。普通に 10% 引くんで、こんな感じですね、はい。まあ、相変わらずレッサーパンダだなと思って見てもらって、あ、それでもこうやって勝てるんで、大変ありがとうございました。これ助けだったらどうするんですか、知りませんそんなこと考えたらポケモン やれないんで、はい、いやー強かったですね、ありがとうございました。はい、マッチングしましたよと。赤ギツネさん、対戦お願いします。なんかテラスタルバグに苛まれて、マスカーニャを、あ、マスカーニャのテラスタイプがちょっとサムネが取れないんですよねあ、まあ銅が一番最初に来るんだったらマスカーニャでいいんですけども、まあ、マスカーニャ見てアーマーが出すかみたいなシーンになりそう。
あとウルフアモスもいるのか。まあちょっとマスカーニャのテラスタイプどうしても取りたいんで。マスカーニャってテラスタイプなんだっけ。あ、草か。でも炎タイプ2人、飛行タイプ1匹いて、テラスタイプ来てどうするんですかって。いや、まあわかんねえじゃん、どうなるかわかんねえじゃん。まあ早いドラパでいっか。早いドラパで圧かけてけんじゃね。ただあー、これハッサムに炎テラスタル切って、相手のウルガモスのフェアリーテラスタに合わせてバレットパンチありだったな。だね。格闘になってもいいのか。アーマーガイはバレてる。バレバレのバレリンヌ。畑落としてもゴツめ。まあ即引きでいいんじゃねえの。即引きでいいでしょ、こんなの。どうせやってくんのはなんかボディプレか鉄壁だろ。それ見えてるんで。オトバグー、なんかテラスタルタイプ見れなくなった。次はオトバグー。引っ込めた音がわからない。はいはい、鉄壁。それを嫌うフレアソンガーで、相手のポケモンにもらい火はいないので、ここはフレアソングが一貫している。まあ一貫はしてないんですけど、まあここで一応特攻を上げつつ、このウルガモスに対してドオーが出てくる。あくびしたそうな顔して出てきたなこやつ。お互いに天然で、天然同士の、あ、天然同士の、あーまあ天然というわけなので、テラスタに来て地震打ってくるな。地震ごときじゃ落ちなくね。なめんじゃねえ、大地の力ドーン。いやー、ステロは流暢だよドーキュン。あー、怠ける切ってるのが出て、いや、さすがに落ちる、さすがに落ちる、さすがに次の大地の力で落ちる。ただそれ見てアーマーが引きとかしてきたらマジで笑う。おお、えらいじゃん。お前フレアソング打たれたらどうすんの。てか何一つ解決にはなんなってなくて、はい、そしてここまた銅を引いてもらって、はい、え、アーマーガーにテラスタイプ切ってくれんの？マジでありがたくて。水タイプアーマーガーですか。あ、天然じゃなくなっちゃったので、フレアソングの特殊上がるとか、まあ、遅いって。だからもうテラスタイプをもうサムネ取れないのよ。もういいか、もう今回サムネなしです。サムネレッちゃんが書いとくわ。あのレッちゃんが手書きのマスカーニャのテラスタイプ書いときます。はい、人生で初めて、ハイジーちゃんになって初めてサムネを自分で手書きします。もうこうなってしまったんだったら仕方ない、それっぽく書いておきます。え、なになになに、何タイプなのこれ。アーマーガーにテラスタイプ切られたの僕300戦ぐらい潜って初めてなんですけど、何になるんですか。水テラバーストとかしてくんの。まあしてきたいんだったらしてきてもらって構わなくて、まあそれ別に対策ではないんですけど、電気タイプ。なんか電気タイプになって、なんか電気タイプになって対応としてきて、何マンボルとか打ってくるんですか。よくわからないですけど、まあそれ対策というかなんというかなんですけども、とりあえずゾラパルトは特殊で持ってきたので、まあ、ただ銅だけ突破できればいいんですよ。あと銅はマスカニャで突破できると思うので、なんか鉄壁積んできて、ゴーストタイプにボディプレイ打とうとしてきてる。あ、やべえってなるのかな、そう、わかりませんけども。うわぁ、いいダメージ、特攻上がって誰も受けきれなくなって。これしかもさ、アーマーガーってさ特性浮遊じゃなくなってるからさ、大地の力入るんじゃねえのって思うけど、まあいいや。とりあえずフリアソングで、めちゃめちゃこいつに対して大地の力めっちゃ打ちたいんだけど。あー、ウルガモスフレソン打ってぶち込んで急所だこれ。あー、急所じゃないんだ、特攻がぐん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 上がってるから。いや、これ大地の力一貫しちゃってんじゃねえの。ちょっとよくわからないけど打つかも。いや、ごめん、なんか冬休みの少年少女たちをなんか意地悪してごめん。
飛行タイプがなくなってるから大地が一貫して、いやごめん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 って、アーマーガーにテラスタイプ切るのやめた方がいいよ。あの少年少女たちへアドバイス、これ切るんだったらウルカモスにフェアリーテラスタイプっすね。はい、し、なんかなんとかサイクル抑止してどう出して、ステロじゃなくてまあアクビですね、やるとしたら、はい、もう誰一人受からないですね。ダーンぶっ飛ばして、で最後に照らしたら切るか、で最後にさサムネチャレンジしていい、別にナメプじゃないから、いやナメプだな、ウルガモスに草タイプ照らすタイプしたらさすがにナメプか。いやちょっとさ、ちょっとサムネ撮りたいんだけど、ダメサムネチャレンジしていい、ちょここサムネチャレンジします僕。いやでも大地のフェアソングでも何でもいいな、いやちょっと、ああテラスタイプ撮れなかった、もう手書きします。赤きつねさん大佐ありがとうございました。いかがだったでしょうか。次回のね、動画でラストになりますので、これ、いや、ちなみにこのパーティー、僕、何戦 ?3 戦かな ?3 戦、4戦 ?3、4戦潜って、もう2勝してるんですよ。勝率良すぎて、めちゃくちゃ強いので、ぜひ使ってみたらと思います。キーチくん、ありがとう。キーチさん、ありがとうございました。めちゃめちゃ強かったです。おっつ。